おはようございます。バイクで日本一周57日目、現在時刻9月21日月曜日の祝日ですね。朝8時9分です。私現在ね、今快活クラブ大分森町店で朝を迎えたところなんですけども、ちょっとね実は急いでまして焦ってまして、今日ねフェリーに乗って四国に渡る予定なんですけども、昨日ね夜、快活クラブ到着したのもちょっと遅かったんですけど、ネットで調べたらね11時までしか予約受付がされてなくて、結局予約ができなかったんですよね。なんかね今日もう連休っていうのすっかり忘れてて、予約状況を見たらねすごいもう全部埋まってたんですよね、その次の日が。というわけでね今日ちょっと予約してない状況なんで、乗れるかどうかがわからないんですよね。でこの今日をね逃しちゃうとまたね雨にぶち当たっちゃうっていうことで、なんとかねもう今日の9時のフェリーに間に合うように急いで出発したいと思います。すいませんバタバタしてしまいまして。というわけで今日も一日張り切って行ってみたいと思います。フェリーですね、フェリー乗り場向かいたいと思います。さあフェリー、朝9時のねフェリーはおそらくもう間に合わないから、ここから30分かかっちゃうんで、まあ10時でもね11時でもまあ遅くてもねもう昼過ぎ飲んでもいいんで空いててくれるといいんですけども、とりあえず行ってみたいと思います、フェリー乗り場に。いやー朝日が気持ちいいんですけども、いやすっかりねもう秋のね日差しというか、まあ、朝方っていうのもあるんですけど、涼しいというかもうなんかね空気感がもう秋ですね、これは完全に。まあ、現在ね8時27分で、まあフェリーがね7時8時9時10時11時とこう1時間刻みで出航してるんですけど、できたらね9時のフェリーに乗りたいと思ってたんですけども、まあ到着時刻があと25分かかるんで、おそらく8時50分ぐらいですよね。その10分前についてもね搭乗手続きとかあるんで、まあ、9時のねフェリーに乗るのは、まあ、ほぼ無理だろうとは思うんですけども、分かっちゃいるけどやめられない的な、ついついねなんか急いで行っちゃってるんですよね。まあ、到着したところでねおそらくもう一番良くても10時のフェリーで、1時間以上は多分待たないといけないから急ぐ必要はないと思うんですけども、うわ海です、海の匂いがすごいしました今。さあもうフェリー乗り場までねあと8分なんですけども、あ今日は晴れております。せっかくね 雨を避けるべく連泊してたんですけども、この1日でね台無しにしちゃう可能性があるんですよ。フェリー乗り遅れたらねまたずれ込んで雨にぶち当たっちゃうというね、四国が。それだけは避けたいんでね、なんとか今日中のフェリーに乗れたらいいんですけどね。夜の23時までやってるんですよ。北海道のね帰りがね大間までのフェリー、函館からのやつが予約なしですんなりスムーズに行けちゃったんで、まあ大丈夫だろうっていう、1時間に1便出てるんだったら大丈夫だろうという甘い考えでいたら、よくよく考えたらねもう4連休だったんですよね。そこを計算に入れてなくて、国道休止、フェリー乗り場到着。本日はですね、はい、20時まで予約でいっぱいなんですよ、バイクは。あやっぱり、はい、並んでキャンセル待ちをお待ちになっても何時になるか分かりませんよ。21時だったら今大丈夫なんですよね。今21時だと大丈夫。ああ分かりました。やっぱりダメでしたね、夜9時、一番早くて夜9時みたいですね。うわそりゃそうだな、そりゃそうだよ、参ったな、キャンセル待ちか。とりあえず行きますか、キャンセル待ちのあれを。その順番をもう列から出ちゃうともうダメってことですか。出た場合はまた入ってきた時の順番です。あで後ろに並び直しっていう形ですね。せっかくなんで展望デッキでも見てみますか。展望デッキはいいですけども、乗りたいよこれ。乗りたいよ、ダメなのね、乗れないのね。あそこにね僕の GSR が寂しそうにぽつりと。参ったよ、12時間ここで何するよ、参った。やっぱねご利用は計画的にですよね、本当に。いや今ね聞きに行ったんですけど、1つの船でねバイク5台までしか積めないらしいんでね、もうあそこに 1,2,3,4,5 台並んでる時点で次の10時の分はもう無理ですね。夜の9時出航の分が空いてるんですけど、9時に出てもね
四国到着するのも夜の10時10分なんですよね。70分なんで夜10時過ぎに着いて、そっからも移動も大してできないんでね、困ったな。快活クラブに行ったとしても2時間ぐらいかかるんですよね、そっから一番近いところで。ってなるともう夜中12時過ぎに快活クラブに到着して、そっからお風呂入って寝てももう1時ぐらいに寝たとしたら厳しい感じですよね。いつもやったらその夜中の1時なんかもう寝てますからね、この旅では。なんとね、臨時便が12時から出るみたいなんで、それがね先ほど決まったみたいでね、早く僕ボケっとしてたらその臨時便逃すとこでしたね。なんとか4番手になりましたけど、乗れそうですね。これでチケットは一応買ったんでね。一気に乗り込んでいったな。さあ乗船します。はい、どこに行くんや。椅子があるんや。椅子があるみたいですね。あ、自動販売機でラーメンなんかも。あ、ビールも、あ、ビールは売り切れ。あ、売ってる。あ、ゼロカロリーですか。ゼロカロリーじゃない。ノンアルか。トイレこっちですか。こっち雑魚のスペースと。あ、空いてる。これ出ていいんですか。椅子があるってことはいいんですよね。うわ、あ、気持ちいい風が吹いてますね。ちょっと上も探検しますか。よいしょ。さあついにね、九州を離れてね、四国の方にフェリーで向かっております。今現在ね、風がすごく気持ちいいですね。気温もね、まあ暖かいんですけど風があるからね、涼しいですね。結構な速さで走ってますね、これ船。何キロぐらい出てるんでしょうかね、これ。あ、島が綺麗に見えますね。いや、今日はね、天気がすごくね、いいですね、気持ちいいですね。いや、怖えな。水しぶきがちょっとかかりますね、これ。さあ、もう四国のね、三崎港に到着した模様ですね。いや、下船となるとみんな一気に出ちゃうな。早いな。さあ下船です。四国上陸です。旧道四国フェリーじゃない、何でしたっけ、これ出口こっちか。あ、これはどっちに行ったらいいんだ。しまった、ここでなんかご飯食べるつもりやったのに止めるところがないぞ。ちょっと一旦止まりますか。ここ無理か、やめとこか。さあ現在時刻13時21分です。ちょっとね、ここでご飯食べようと思ってたんですけども、大混雑してるんでちょっとね、もう移動しちゃいます。さあ四国はね、昔来たことあるんですけど、バイクで来るのは初めてですね。さあ今現在ね、愛媛県の三崎港に到着して、そこから出発ですね。お、なんかじゃこ天専門店かつ、まあなんかあるでしょう。あ、なんかお腹空きましたね。とりあえず行きますか、四国。いやー、しかしよかった。これね、今日すごい晴れててね、もうあの臨時便、12時の臨時便がなかった僕、未だにね、あの大分のあそこのフェリー乗り場で夜の9時まで待機ですよ。あのキャンセル待ちで、出るかどうかわからないキャンセル待ちを
ひたすら延々と夜9時までやって、夜のねもう10時過ぎにここ到着して真っ暗闇の中を走ってるっていうそういう状況だったんですけども、助かりましたよこれ。本当四国到着するや否や暗闇というその最悪な状況から一変してね、この晴天の青空、お昼時をね気持ちよく走れるという、すごい晴れてるんですけどね、全然気温はね暑くないですね。風がむしろ涼しいというか若干肌寒いぐらいの勢いですね。いや四国ですよ、四国、お四国の山です、愛媛県。しかしお腹がかなり、お腹が空いております。私ペコペコです、ペコリンチョです。いやーき、うわーすげえ、海が綺麗ですね。いやー天気がいいから最高ですね今日は。うわ、ド迫力の、地球が丸く見える水平線が綺麗です。わお、うわうわうわお、いや四国いいじゃないですか、海めっちゃ綺麗じゃないですか。うわ、この高いところから見る海もいいですねこれ。やったぜ四国、気持ちいいぜ。おっと、この辺りは風車がかなり立ち並んでおります。うわうわ、すげえすげえな、最高やな景色。ここはなんだ、なんでしょう、ノーベル物理学賞受賞、中村修二博士生誕の地。ちょっと見てみよう、パネル展示、何があるんでしょうかね。これパネル、あれリリリ、これか、あ、景色が最高やなこれ。うわすげえなこれ。さあ現在時刻13時36分です。このノーベルなんちゃら賞のここね、景色は最高でしたね。さあ行きますか。そんなにね時間的に余裕があるわけじゃないんですよね実は。キャンプ場にね明るいうちに到着するにはね、まあ、今からご飯も食べたりするんで、わあやっぱすごいなこっからの眺め、海がめちゃめちゃ綺麗に見えるぞ。海だ、今日はすごい綺麗に見えるぞ。あ、今日はね連休なんでサイクリングの人多いですね。うわすごい眺めですよここマジで。なんだこれ、今までで海がこんなに綺麗に見えたことないですよ本当ね。なんか地球が、地球の丸さをなんか宇宙から地球を見てるような、そんな感じのね海の見え方ですよね。うわ最高じゃないですか今日、最高じゃないですか。わーすごい、風車結構な勢いで回ってますね。いや、あのフェリーの岬港からのねこの山道ね、なかなかいいですねこれ。海が綺麗に見えるし、ワインディングも程よくあってね、いいじゃないの、あけみちゃんいいじゃないの。さあこちらがね愛媛県の街並みなんですけれども、山が綺麗に見えてますね。すき家の牛丼、あー田んぼが広がって、これ懐かしいね、田んぼの匂いがしますね。おっとマンモスの、マンモスのすごいでかいのがありますよこれ。なんだこれでかっ。たまにこういうねなんかもう藁で作ったような、なんかああいう人形のようなものありますけど、いろんな各地でたまに見かけますけども、今のマンモスはかなりでかかったですね。宇和島22キロですね先。宇和島といえば高校野球で言えば宇和島東ですよね、強いところは。薬のレディ、先ほどもねなんかレディっていうのを 見たんですけども、愛媛の方ではレディっていうところがチェーン展開してるんでしょうかね。大阪にはないんで初めて見ましたけども。さあ目的地のスーパーに到着です。フジマート開いてるかな。あ、こ
まま突っ込んだ、まずいな。今の株の人はね、フェリーで一緒に乗った人です。佐賀関フェリーでね、5台ずつしか乗れないんですけど、そのうちの5台のね、1人でした。いやー、よく分かりましたね、あの人。なんかここのスーパー偉いっす。なんか雰囲気がちょっとね、独特ですね。スカスカですねスカスカって言ったら悪いか。お弁当ないかな。お弁当あった。ここのスーパー店入った瞬間もう潰れてんのかと思いました。開いてんのかなとか思ってスカスカやったからね、なんかもう閉店間際の在庫セールみたいなそんな雰囲気でしたけどね。さあ現在時刻15時45分です。キャンプ場に向かいます。本当はね、お風呂にさっき行ってからの方が順番的には良かったんですけど、お風呂に先寄っちゃうとね、キャンプ場に到着するのがね、おそらく6時ぐらい暗くなっちゃう可能性があるんですよね、下手したら。先にキャンプ場の方に行きたいと思います。現在時刻ね、夕方4時18分なんですけども、随分とね、もう日が落ち始めて、気温の方がね、だいぶぐーっと下がりましたね。ちょっと若干寒い感じですね、今。残暑というか、もう秋ですよ、これは。ここなんかバイク多いですね。熊高原って書いてましたね。なんか結構今モトクロスの人とかバイクはちらほらいてましたけども、ツーリングでバイクもよく通るんですか、この辺り。あ、また前方にもバイクが。いや、四国なんかこの山がね、山とこれ川綺麗ですね。さあお決まりの山道に入ってきましたよ。これね、ぐねんぐねぐねんぐね道を、ね、今走ってるんですけど、もうぐねぐねしすぎてね、しかも細い道やから山道なんでね、ガードレールのないところとかもあるから結構気使って走るんですよね。国カルスト公園線県道383号線、なんかこの四国カルスト縦断線とかなんとかその手前で書いてたんですけども、この道を行けば四国カルストが見れるんでしょうか。あ、太陽と夕日がまたうっすらと見えかかって綺麗ですね。うわ、オートバイク、ちょっと手を上げる余裕がなかった。うわ、すげえ、すごい山々の景色。あ、これまだか、もうちょっとか。でも 300m ってなってるな。えらい車が、え、何ですかここ。あ、すごい、うわ、めちゃめちゃ多いなこれ。メズルダイラって読むんですねこれ。うわ、すげえいっぱいいてる。ちょっと下行ってみますか。うわ、すげえびっしりやなこれ。これは驚いた。これちょっとやっちまった系やなこれ。うわ、牛がすげえいてる。これ四国カルストですか、これが。すごいな。やっぱりあのレストランで受付するみたいですね。めちゃめちゃ多いなこれ。とんでもない数やなこりゃ。スーパー路中の嵐やけども、これテント張れるんですかね。トイレ渋滞してますね。すごいなこれ。トイレもすごい並ぶぐらい人多いですね。みっしりぎっしり、どこに晴れてんだこれ。すさまじいなこれ。こっちは無理か。うわー、びっしりやなこれ。どこに晴るのこれ。どこにテント張るのこれ。ねえよもうスペースが。スペースがねえよ。焚き火の匂いはしてるけれども、
これは困った。あの人も困ってる感じやな。そこは通路かないぞマジで。うわすげえ砂利、すげえ砂利、マジでスペースがないぞ。これはまずいぞ。もう駐車場にやるしかないな。これ奥の手しかないぞ。あの前の人も困ってはるわ。もう最悪の手段使うしかないな。こりゃ駐車場泊するしかねえな。これこうなったらそれしかないよな。もうここしかないよな。もうこの牛のスペースを分けてほしいな。貼るとこありました？いやなかったですね。はい、なるほど、ここ、ああなるほど、ここやったら、そうですね、ここにします。すいません、助かりました。いいこと聞いた。しかし、あの塊すごいっすよ。あの塊の横で寝るんですか僕は。しゃあなしやな、もう。現在時刻17時34分です。今現在ね、これ四国カルストですね。キャンプ場に到着したんですけども、ここのキャンプ場がね、ここのねサイトともう一つ上にあるんですけども、全部びっしり埋まってて、もうここに急遽テントあって、なんとかね寝床は確保したんですけど、もうトイレもね、もう男性用も女性用も大渋滞で、トイレ渋滞が起こるぐらいね、すごい人が多くて、もう今日はちょっとね、もう寝るだけになっちゃいますね。ここでお弁当買って正解でしたね。料理しようと思ったら料理どころじゃないですね。これはあそこにね、四国カルストのところ、あれ黒いのは牛ですね。牛がいっぱいいてます。もう僕今日はね牛の前子で寝ます。いや参った、これ先に来てよかったな。お風呂入ってから来ようかなとか思ったけど、もう先に来て正解ですね。こんな暗闇の中でここ到着してもどうしようもなかったですからね。すごい夕日が綺麗ですね。夕日と山が、そこが炊事場なんですけどね、ちょっと遠いですね僕のテントからは。ぎっしりやな、すごい数やぞこれは。いやここね、今ね現状すごい斜めになってる上に、ここなんだこれって、ぼっこりなって、岩かなんか、もうでっこぼこですよ。下がねもうこんなんなんで、目の前はねもう鉄格子で、そこまで牛行きますからね。でそれもう牛の糞ですからね、もう目の前で。こっち側はねもう四国カルストの風車と景色はいいような悪いような。いやーこれはちょっとね、なんとも言い難いこのシチュエーションやなこれ。あでも四国カルストのこのあれはねすごい見えてるからいいんですけどね。てかさっきまでその辺うろうろしてましたからね牛。現在ねもう非常に気温が下がってきましたね。寒いですね。今もう6時43分なんですけど、この段階でこんだけ寒いってことは、朝方多分ねかなり冷え込むと思いますね。山の上っていうか標高も高いんでね、おそらくちょっと、いや寒い。これはあったかくしてねんと風邪ひくぞこれ。あとはねもう今日はもうご飯食べて早めに寝て、明日ちょっとね早くに出発したいと思います。僕ねこういうねもうびっしりの雰囲気もね嫌いじゃないんですけどね、残念ながらその中にテント張れなかったのがね残念ですけども、これはねあれを思い出せますね。去年の夏のねライクアウィンドのキャンプの時もこんな感じで、あの時はバイクだけやったんですけどね、こういう雰囲気も結構僕好きなんですけどね。場所が確保できなかったのがちょっと残念。この中に混じりたかった。なんかねお祭りみたいでね、すごい雰囲気、僕好きなんですよねこういうの。私今ね UFO ラインにやってまいりました。すごいですねこの道。ちょっとねここを来るまでもちょっとね怖かったんですけども、これがねあの写真に見た道ですよこれ UFO ライン。